皆さん、こんにちは。長野県佐久市役所都市計画課です。今から佐久市立地適正化計画改定案についてご説明させていただきます。本来であれば、3月2日から市内5カ所において佐久市立地適正化計画改定案の住民説明会を実施する予定でした。しかし、長野県において新型コロナウイルスまん延防止措置が発出されたことにより、感染拡大を防止するため、本動画を住民説明会に変えさせていただきます。資料につきましては、ホームページよりダウンロードが可能です。それでは、佐久市立地適正化計画改定案について説明させていただきます。佐久市立地適正化計画とは、平成26年8月の都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画制度を創設し、居住機能や医療、福祉、子育て、商業等の都市機能の立地及び公共交通の充実に資するための包括的なマスタープランとして、立地適正化計画の策定が可能となりました。本計画は、日常生活に必要なサービスや行政窓口が住まいの身近に存在する、あるいは公共交通により容易にアクセスできる街を理想として、暮らしやすさの確保と機能分担と連携、さらには新たな可能性への挑戦の3つの視点から街づくりを推進するもので、計画を着実に実行することにより、各地域の拠点性を高め、これまで以上に町の魅力や活力の向上を図ろうとするもので、平成29年3月31日に策定しました。以下の資料では、今回の改定の内容について説明します。改定の背景、令和2年9月の都市再生特別措置法の改正により、立地適正化計画において居住誘導区域内に災害ハザードエリアを含める場合には、計画的かつ着実に防災・減災対策に取り組む必要があるため、居住エリアの安全確保策を取りまとめた防災指針の作成が位置づけられました。また、本計画はおおむね5年ごとに評価を行い、必要に応じて見直し等を行うことが望ましく、平成29年の策定から令和3年度の時点で4年目を迎えることから、令和4年4月に本計画の改訂版を策定・公表する予定です。改訂のこれまでの経過、まず現行計画の見直しとして、基礎情報の整理、市民アンケートの実施、評価指標の進捗確認を実施してまいりました。また、今回新たに位置づけられた防災指針について、災害リスク分析、地区ごとの防災上の課題の整理を行い、指針の検討を進めてまいりました。さらに、市における各計画との整合を図ってまいりました。そして、今回の動画説明及びパブリックコメントについて、市民の皆様からのご意見を反映させ、令和4年4月に立地適正化計画改訂版の策定・公表を行う予定です。改訂のポイントは主に5つです。1つ目、新規取り組み事業等を踏まえ、誘導施策を更新。2つ目、評価指標に公共交通に関する KPI を追加。3つ目、計画的かつ着実に取り組むべき防災・減災対策を位置づける防災指針を追加。4つ目、子育て支援施設拡充のための誘導施設を追加。5つ目、防災指針、施設立地の変化等を踏まえ、誘導区域の見直しを検討。
以下ではこの5つのポイントについて順次説明をさせていただきます。まず新規取り組み事業等を踏まえ誘導施策を更新、町内の意見紹介を実施し位置づける施策内容を更新しました。まず都市機能誘導区域において都市構造再編集中支援事業の活用、佐久平駅南土地区画整理事業の推進、佐久平駅周辺のウォーカブルな街づくりの推進、この3つの施策を新たに追加しました。また居住誘導区域内においては佐久市国土強靭化地域計画に基づいた災害に強い街づくりの推進を追加いたしました。2、評価指標に公共交通に関する KPI を追加。評価指標について現況値を追記しました。また公共交通の指標として令和3年7月改定された第2期佐久市町人仕事創生総合戦略において設定している公共交通に関する KPI を本計画においても適用し、令和19年度の目標値として公共交通の延べ利用者数12万5000人以上を設定しました。3、計画的かつ着実に取り組むべき防災・減災対策を位置づける防災指針を追加。本市では計画規模降雨下、100年に一度降る確率の降雨においては浸水深3メートル以上の箇所がない一方で、想定最大規模降雨下、1000年に一度降る確率の降雨の洪水や土砂災害等のハザードの影響に対してはハード・ソフト施策を組み合わせたリスク低減施策を中心として構成した防災指針、リスクと共存するための安全確保に向けた取り組み方針及び具体的な取り組みを本計画に位置づけ、居住エリアの安全確保に努めるものとしました。防災指針の策定にあたっては、まず本市の災害リスクの把握を行いました。洪水については、想定最大規模降雨下の居住誘導区域の大半が浸水、浸水深 5.0 メートル以上の地域が存在している一方で、計画規模降雨下においては、居住誘導区域内に浸水が存在しているものの、浸水深 3.0 メートル以上の地域はありません。その他、土砂災害、火山、大規模盛土造成地等の災害リスクを把握しました。このような結果から、本市では想定最大規模降雨下における洪水被害が顕著であることが分かりました。一方で、計画規模降雨下においては、誘導区域内では2階建て以上の建物への避難が可能であり、ソフト対策が有効であると分かりました。なお、浸水深と建物階数の関係については、3メートル以上の浸水となる区域では、2階への避難が困難であり、5メートル以上の浸水となる場合には、3階への避難も困難です。こうした地域については、可能な限り区域外への避難を呼びかけ、やむを得ない場合には、区域内の避難所への避難を誘導することとなります。こうした災害リスクの把握を踏まえ、想定最大規模降雨下における洪水リスクへの考え方を整理しました。本市において、誘導区域内にも浸水深3メートル以上となるエリアが存在します。一方で、これらのハザードエリアにおいては、すでに一定の都市基盤が整備された市街地や公共交通の利便性が高く一定程度の人口密度を有する居住地が広がっています。
想定最大規模降雨は発生する確率が非常に低いことや、洪水における浸水は他の災害と比較し、一定程度の事前予測が可能であります。こうしたことから、県と連携した流域治水、その他ソフト対策を充実させることで、浸水被害の軽減を図るとともに、警戒避難体制の充実を図ることで安全を確保してまいります。次に、災害リスクの高い地域等の抽出、重ね合わせ分析を行いました。居住誘導区域内におけるリスク低減等に向けた取り組み検討に向けて、災害ハザード情報と都市機能に係る情報を重ね合わせ分析し、居住誘導区域内において災害リスクが高い地域を抽出しました。以下、防災上の課題の整理及び取り組み方針を見ていきます。例えば、洪水災害においては中込野沢地区、薄田地区において垂直避難が困難となる浸水深3メートル以上区域内の避難先となりうる建物が少ない、浸水深3メートル以上区域において要配慮者利用施設が多数立地している、こういった防災上の課題が判明しました。取り組み方針としては、治水対策、水防災意識社会の再構築、避難行動要支援者対策、要配慮者利用施設対策、自主防災組織の充実強化、消防力の強化、こういった取り組み方針が挙げられます。このように災害の種類ごとに地区ごとの防災上の課題を整理し、その取り組み方針を定めています。ハザード別の安全確保策、リスク低減のポイント。まず、洪水においては県と連携した流域治水対策の実施による浸水深の低減や市民への水防災意識の醸成、甚大な浸水被害の発生が予見される際の自主避難、親戚・友人宅等への避難などの浸水域外への避難を呼びかけることによる逃げ遅れの防止、避難行動要支援者の避難に向けた取り組みの推進、こういったことがポイントに挙げられます。また、土砂災害においては、土砂災害警戒区域における急傾斜地崩壊対策、土砂災害警戒区域周辺に居住する市民への迅速な避難情報の情報提供等の景観避難対策の構築、また、大規模盛土造成地においては、市内の大規模盛土造成地の危険度評価に基づき、順次対策を実施してまいります。4、子育て支援施設拡充のための誘導施設を追加。計画内で定めた都市機能誘導区域の設定方針に沿い、区域の検討を行った上で、前回策定時の都市機能誘導区域を維持することとしました。誘導施設につきましては、都市機能誘導区域外に保育園等の子育て施設は立地しているものの、届出制度を適正に運用しつつ、都市機能誘導区域内のさらなる子育て支援施設の拡充を目指すため、誘導施設として新たに保育所、幼稚園、認定こども園を位置づけました。5、防災指針、施設立地の変化等を踏まえ、誘導区域の見直しを検討。防災指針における災害リスク分析を踏まえつつ、計画内で定めた居住誘導区域の設定方針に沿い、区域の検討を行った上で、前回策定時の
居住誘導区域を原則維持することとしました。なお、休憩者崩壊危険区域については微小範囲ですが新たに除外をしました。居住誘導区域図の設定方針について、施設立地等の都市構造の情報を更新し、再度区域を検討しました。まず、居住誘導区域に含む区域として、主要公共交通の徒歩圏、土地区画整理事業区域、生活サービス施設の徒歩圏が挙げられます。また、居住誘導区域に含まない区域として、工業系用途地域、災害の危険性のある区域が挙げられます。この災害の危険性のある区域については、新たに地滑り防止区域、休憩者地崩壊危険区域を除外対象とした一方で、浸水想定区域に対する考え方を以下のように整理しました。まず、浸水想定最大規模降雨下においては、ハザードエリアにはすでに市街地が形成されているため、防災指針等の災害対策を図った上で、区域からの除外は行わない。一方で、計画規模降雨下においては、垂直避難が可能か否かの基準とされる浸水深 3.0 メートル以上の除外を検討。ただ、区域に 3.0 メートル以上は存在しませんでした。さらに、用途地域内で居住誘導区域に含む区域に該当しなかった区域について、生活便利施設等の観点から再検証を行いました。こうして居住誘導区域を設定しましたが、災害リスクを考慮した上で、現状の区域を原則維持することとしました。説明は以上となりますが、最後に意見の提出方法について説明します。本動画の掲載に合わせて、市民意見募集、パブリックコメントを実施しております。本動画をご視聴の方で、ご意見がある方は、市民意見募集と同じ要領で意見を提出してください。募集期間、3月1日火曜日から、3月15日火曜日まで。閲覧場所、市ホームページ、市役所市民ホール、都市計画課窓口、各市所経済建設環境係窓口。提出方法、郵送、ファックス、メール、持参。提出先は、佐久市役所都市計画課までお願いします。留意点として、氏名、住所、電話番号は必ず記載してください。電話や口頭による意見は受け付けておりません。提出された意見への個別の回答はいたしません。以上で、佐久市立地適正化計画改定案の説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。